何を話してるんでしょうね。気になりますね。さあ、それでは始めていきましょう。レッドサイド、フェンリル、ブルーサイド、野獣とビジョンの試合です。波動ファイト。おっと、これは今までの試合ではなかった。2人シールドがいる状態、野獣とビジョンが2人シールドがいるダブルタンクという作戦で来ています。高いシールド、5のシールドの選手が2人いる状況。これはね、もうちょっとフェンリル早く処理していかないとね、かなり苦しい状況にはなりますね。さあ、このねダブルシールドもこの間の、マスターズですかねの時に花より酒が実は打開策を見せてくれているので、もしかしたらどの選手も研究してきているのではないかとは思うんですけども、やはりねこの硬いシールドを割るのは辛い。まだシールドは残っている。フェンリル、このまま点が取れないんでしょうか。あと15秒、諦めないでほしいですね。さあ、ここでようやくシールドがなくなって同点まで来た。取れるかどうだ。2対3、ブルーサイド野獣とビジョンの勝利です。